こっち向けてみましょうか。
とこっち向かって。ゆうちゃんも分かんないね。ここ目見ちゃダメ。みよちゃんの面会聞けない。あ、ほう。あ、しょ。テーブルを。こっち側に、はい、はい、面会。はい、鈴木さん。あ、カメラすいません。交代所長、はい。はい、はい、食べましょう。ミオさんの用意なんですけど、今なんかどっか飛んできました。もう、はい、ピューってまた見つけたらすぐ片付けます。こっちの床の方に飛んだ。一部分はこのテーブルの上で、あとは多分、はい、もう大丈夫です。ここから見えない範囲であるかもしれない。じゃあ、あともう少し。あと少しだから、お首ひねらないでお願い。こっち向いてね。こっち向いて食べよ。くねってしますね。うん、上手上手上手。こっち向いて、食べよう。はい、林さん、レントゲンと心電図の結果をお話ししますね。今、通り道が上かな。すいません。お気をつけてお取りください。取ります。お気をつけてお取りください。レントゲンぐらいの心電図。はい。あ、これ落ちてます。あ、あれ食べよう、プジャちゃん。食べよう。どうした？どうした、プジャちゃん。あー、また。プジャ起きてるか？もう嫌だと目閉じちゃうから。そうもう嫌だと猫って寝たふりします。あと少しだから、プジャちゃんお願い。よし。あれ嫌だとね、見ないふりします。また一回ですね、入れる前にフラッシュしてもらって、はい、あれですね。ふじゃちゃん食べよ食べよ、ふじゃちゃん、ふじゃちゃん、ふじゃちゃん食べよ。あと少し、あと少しだから。お、上手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 だね。あと少し、あと少し、あと少し、あと少し食べ。問題はお腹なんですけど、ここは大角なので、で、肝臓がある場所はこの辺なんです。そんだけで出ます。上手。ラインがあって渡さないんだよ、肝臓がさ。あと少し。枯れてる？そう、枯れてる。で、真正面から行くと、ここに大角膜があって、この辺にがあるから、ここら辺の、あと少し。あと少し。もしかしたら、その肝臓が、あと少し、あと少し。鳥とかがあるかもしれないけど。あー、綺麗に食べた。でもまあ、はい、頑張ったね、フジャちゃん。さっきエコーとおっしゃったけど、エコーである程度、それが行政のね、仕込みなのか、それでも仕込みなのか、それだけが、病院検査とかですね。こっちだっけ？あ、今あそこ出てますね。腎臓はまあまあ、ほぼほぼ正常。フジャちゃん。
あ、インターベリー垂らしてからだそうだ。銀色のアルミ箔。これはあの炎症を起こしてるからデカくなったかもしれないし、もしかしたらね、腫瘍が絡んでる可能性はあります。これを、あ、こっちにやんて。ちゃん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 。もしさ、なんか的なことが必要なものだとしてもね、そんな今聞かないとできないですよね。そのまま、発生確認からそのまま寝てずっと本当の分離になっちゃう可能性があるから、とにかくまずは内科的に病名を感じることが必要なのかなと思います。さっきおっしゃった詳しいことが知りたいということであれば、もっと高度医療センターがありますから、なんだよよ、ふうやちゃん。あ、なんか下から現れた。ふうやちゃん。ふうやちゃん。ふうやちゃん、歯磨きしよう。ふうやちゃん、歯磨きしよう。え、歯磨きしよう。ふうじゃちゃん、まだまだ、はい、点滴はまた今やってもらえる。私もだから屋根で検査ってそういう麻酔かけないであれ難しくて怖い、そんなにとかね、やっぱりそういったことが出てくる。肝臓がめちゃめちゃ悪いんですよ。よし、OK。じゃあ顔を見てもらってください。汚かったらもしこっちから、はい、お願いします。原因的にはだからその原因として炎症性のものなのか、それとも腫瘍性のものなのか、じゃあもちろん有性のものかもしれない。これでクザちゃん、ああストレスとかそういうのは関係ない。環境の変化は結構激しかったので、そういうのもあったのかなとちょっと、ちょっとそれはあんまり関係ない。ついてます？これもしあれなら、うん、ここから全然見えないんでごめんなさい。多分今下からなんかご飯現れたんで、この辺とかに毛の下に蓄わついてるかもしれない。あ、よしよしよし。今じゃあ点滴をあれですね。まあ数値の改善の兆しがあるから点滴見てもらおう。一回止めます。